福祉士のカズです。よろしくお願いします。遠くで俯瞰で見てみると、どうしてだろうなって、どうしてこうなるんだろうなって見れるようになってくるはず。相手が変われば、感情ってね、切り替えることができる。だから、他の方に変わってもらう。自分だけでね、なんとかしようとしないってところが重要かな。あった、いい環境を見つけることだって必ずできる。思い出したっていうか、これなんでイライラするのかなっていうところ。イライラするってなんでだと思います？ご自分で多分答えを持ってらっしゃると思うけど、イライラするっていうのは相手に期待してその期待した行動をしないからだと思います。そうじゃないかなと思いません？相手に期待した行動って何かって言ったら、ご飯食べてほしいのに食べてくれないとかさ、こんなことしてほしくないのにこんなことされるとかね。だからね、期待するのをやめちゃった方がいいってね、僕は思うんです。期待をしちゃいけないって、悪い意味じゃなくて、だってその人のさ、ペースとかあるわけだから、こっちのさじ加減で行くわけない。毎日毎食200ミリの水分取らせる、取らせてくださいみたいなナースさん、リーダーがいたりとかさ、ほんとね、ずっと納得いかなかった。飲めないもん飲めないじゃんって、ね、思ったりしたんだよな。そうそう、だから他の人からのプレッシャーもある。期待しちゃいけないんじゃないかな。その方のやっぱりお好きなように、ありのままでいていただくことがさ、いいんじゃないか。よっぽど危険があったりとか、他の方に何かご迷惑をかけてしまいそうだな以外はさ、ご自由にやっていただいたらいいと思いません？ね。そしたらこっちもイライラすることなんかなくなるからさ、その方がいいんだよ本当に。そう、それでね、さっき途中でやめちゃったけど、見守り付き添いの話、有料老人ホームの話ですけど、もう有料大体そうだと思うけど、営業さんが何でもいいです、どんなことでも何でもやりますみたいな感じで入居をさせようとする。何でも言ってくださいみたいなね。1週間とりあえず体験入居してみましょうみたいな感じで、その1週間の間ね、体験入居の間に怪我させられないとかっていうプレッシャーをかけてくる。だからよっぽど自立されてない方以外は、基本的には付き添うっていうか、感はわかるけど、ずっと付き添ってなきゃいけないのよ。まあ、スタッフとしてもすごくプレッシャーだし、ストレスになってくる。で、ご入居者さんからしたら付きまとわれてるじゃない、監視されつつ。どっちにもさ、いいことない。だから、誰のためのものですかって言ったらさ、ご家族様に怪我させませんでした、入居してくださいって言いたいっていう風にしか思えないっていうことがね、よくあるんじゃないかと思います。っていうか、僕がいたところはずっとそんな感じだった。ご入居者さんでご本人じゃなくて、家族の目しか見てねえなっていう感じでしたね。嫌だったね。ってか嫌だよね。まあ分かんないでもないけど、ご家族様のことっていうかさ、属性を見てんだよね。どこどこの役員だからとか関係ある、それ何回に分けてるか分かんないですけど、まあ結構ね、1時間ぐらい喋ってるんで、2つか3つぐらいに分けるかなと思いますが、またごめんなさい、まとまんなくて申し訳ない。というわけで、皆さんおやすみなさい。バイバイ。はい、こちらのコメントはみわさんですね。ありがとうございます。こんにちは、初めて拝見させていただきます。今私はユニット型特養老人ホームに勤めてます。私もね、最初の介護始めた6年やってた、これはユニット型の特養でしたね。ユニット型結構きついんだよね。週3日で1日5時間勤務、遅番の仕事で、上記に厳しい意見を言われ、女性の介護ユニットリーダーに自分のメモ帳や利用者に作ったバースデーカード捨てられてしまいました。これねすごいっすよね。どういう意図があってやってんだろう。最近男性のユニットリーダーが来て、常勤に男性のユニットリーダーに甘えていると他の職員に言われてます。なるほど、すいませんね、僕想像でね言ってしまいますけれども、周りの職員さんが年齢の、ね、上の方だったりして、でしかも女性だったりとか、まあその方たちを批判するわけじゃなくて、例えばね若いとかさ、そういうところにすごく嫉妬しているのかもなっていう感じがしますね。多分ね、甘えてるとかっていうことはないと思うんです。まあなんだろうな、甘えてるっていうよりも、相談がしっかりできてるとか、アドバイスを受けて仕事ができてるとかってことだと思うんですけどね。それを見てね、他のスタッフさんたちがね、例えばね、その女性のユニットリーダーはね、何なのみたいに、ね、なってるのかもしれないですよね。ちょっとね、まあ、背景がね、これだけではわからないんですけどね。私は一応ヘルパー2級の資格、実務者研修修了の資格を持っていますということですね。
資格ってさ、僕自身はねあんまり必要ないなとは思ってますよ。全然ね、よく話す話ですけど、あの世間的にはやっぱりね、資格を持ってる持ってないで判断されがちだから、資格って持っていた方が、まあ、有利かなというふうにはね思います。あの世間で生きていくとかさ、組織で生きていくために必要なあのライセンスなのかなってね思ってますけど、まあね、なんか資格があるとかないとかでさ、人の思いを測れるかとかさ、技術を測れるかっていったらそうじゃないからね。とはいえなんかやっぱりね、そういう目で見てくる人はね、あのまだまだ多い世の中なので、さらにね介護福祉士を取るとかね、あとはね別に介護の業界に関わらなくてもいいと思うんです。国家資格とかを他にも持つっていう、あんまりね民間の資格よりも、国家資格にこだわっていった方が、あのいいかなと思うので、まあ、難易度がねそんなに高くないような、国家試験をね、少し選んでいくとかっていうのはどうかなと思います。まあ、別にそれを相談されてるわけじゃないんだけど、で僕は、まあ、来年ね保育士さんの試験に挑戦してみようと思っています。これは本当にねダメ元ではあるんですけど、介護福祉士っていう、まあ、国家資格を持っていて免除される科目があったりするので、まあ、有利かなという、まあ、安易な気持ちではあったりしますが、だけじゃなくて僕自身も今後保育の事業を会社でやりたいと思っているので、家庭的保育っていう枠の中でね、あの本当に困っている方たちを少人数自宅を開放してやるとかね、そういう形でやっていきたいなっていう感じですね。介護のイメージがすごく変わっちゃったなっていうところあるかもしれないですけど、例えばね雇用形態が、まあ、派遣さんとかっていうんであれば、派遣会社派遣元にね、相談して、もうすぐ変えてもらうとかした方がいいかなと思いますけどね。僕派遣で今お世話になっているところまで、で僕はちゃんと言っているその施設に行って、おかしい、これちょっとやり方どうかなって思うことあったら相談してもいいですかって、変えてもらうとかってことはできますかってね、あの聞いたりしてたので、でまあもちろんやりますよって言ってくださったし、で雇用元が派遣会社じゃなければ直接ね納得いかないところあるからって言って、相談をする。でサエンバさんという方はいくつかね施設を見て自分の環境に合っているなというところにね、あの出会えているので、で僕自身もね少なからずいいところに出会えたわけなので、どこもかしこもそんなところばかりではないので、ちょっとね頑張ってほしいなと思います。すごく悩んじゃうよりは、そうね、今回の動画の、まあ、テーマでもありましたけど、次を考えるっていうのもね大事じゃないかなと思います。あれ僕前回もそんなこと言ったのかな。あのね、とにかくね僕はいつも言っているのは、無理して我慢して、心がね壊れてしまわないように、その前に自分でね環境を変えたりして、心のケアをしてほしいなと思っています。自分をとにかく大切にしてほしいなというね思いがありますというところですね。はい、ではこの辺で今回終わりにしたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。